塩基配列、ヒトゲノムと確認。霊気属性、全性、中立と確認。 99% の安全性を保証。ゲート、開きます。ようこそ、人類の未来を語る資料館へ。ここは人力継続保証機関カルデア。最終確認を行います。名前を入力してください。ああこれかな。俺の名前は認証クリア。あなたを霊長類の一員であることを認めます。はじめまして、新たなマスター候補生。どうぞ、良き時間をお過ごしください。レイト、グランドオーダー。ファーストテイク。こちらは正面ゲートです。
外出には許可証か。驚きです。こんなに無防備で危機感のない睡眠状態があるなんて。今頬を舐められたような。って君は？おはようございます先輩。先輩って俺のこと？あ、ごめん、誰だったっけ。いや、それよりここは。それは簡単な質問です。大変助かります。私はマシュー・キリエライトと申します。ここはカルデア正面ゲートから中央管制室に向かう通路です。こちらからも質問よろしいでしょうか先輩。お休みのようでしたが、通路で眠る理由がちょっと。俺ここで眠ってたの？はい、すやすやと。テキストに載せたいほどの熟睡でした。失念していました。あなたの紹介がまだでしたね、フォーさん。こちらのリスっぽい方はフォー。カルデアを自由に散歩する特権生物です。私はフォーさんにここまで誘導され、お休み中の先輩を発見したんです。またどこかに行ってしまいました。あのように特に法則性もなく散歩しています。そうなんだ。ああ、そこにいたのかマシュ。おっと、先客がいたんだな。君は、そうか、今日から配属された新人さんだね。私はレフ・ライノール。ここで働かせてもらっている技師の一人だ。ようこそカルデアへ。歓迎するよ。訓練期間はどれくらいだい？いえ、突然採用されて、今すぐ参加するかどうか決めろと言われて。ほう、全くの素人なのかい？けど一般枠だからって悲観しないでほしい。今回のミッションには君たち全員が必要なんだ。魔術の名門から38人、才能ある一般人から10人、なんとか48人のマスター候補を集められた。わからないことがあったら私やマシュに遠慮なく声をかけって。ん？そういえば彼と何を話していたんだいマシュ。以前から面識があったとか。いえ、この通路で熟睡していらしたので、つい。熟睡？ああ、さては入館時にシミュレートを受けたね。量子ダイブは慣れていないと脳に来る。シミュレート後、競争意識が覚醒しないままゲートから解放され、ここまで歩いてきたんだろう。おっと、そろそろ所長の説明会が始まる時間だ。君も急いで出席しないと。所長？説明会ですか？ああ、ここをカルデアの責任者にしてミッションの司令官だよ。時計塔を滑る12貴族の一つとしてそれなりに有名な名前なんだが、まあ所長を知らなくてもマスターとしての仕事に影響はないし問題ないな。レフ教授、先輩を管制室までご案内してもよろしいですか？いいよ、一緒に行こう。君もそれでいいかな新人君。はい、助かります。あの、ところで君はなんで俺を先輩と？ああ、気にしないで。彼女にとって君ぐらいの年頃の人間はみんな先輩なんだ。でもはっきりと口にするのは珍しいな。いや、もしかして初めてかな。私も不思議になってきたな。ねえマシュ、なんだって彼が先輩なんだい？理由ですか？この方は私が今まで出会ってきた人の中で一番人間らしいです。うん、それはつまり？全く脅威を感じません。ですので敵対する理由が皆無です。なるほど、それは重要だ。カルデアの人間は一癖も二癖もあるからね。
私もマシュの意見には賛成だな。君とはいい関係が築けそうだ。間に合いました。先輩の番号は一桁台、最前列ですね。所長の真正面とは素晴らしい役運です。時間通りとはいきませんでしたが、全員揃ったようですね。特務機関カルデアにようこそ。所長のオルガマリー・アニムスフィアです。あなたたちは各国から選抜されたマスター適性という特別な才能を持つ人間です。とはいえあなたたち自身はまだ未熟な新人だと理解なさい。ここカルデアは私の管轄です。外界での家柄、功績は重要視しません。まず覚えることは、私の指示は絶対ということ。意見反論は認めません。あなたたちは人類史を守るためだけの道具に過ぎないことを自覚するように静粛に死後は控えなさい。いいですか、今日というこの日、我々カルデアは人類史において偉大な功績を残します。学問の成り立ち、宗教という発明、航海技術の獲得、情報伝達技術の着目、宇宙開発の着手、そんな数多くある星の開拓に引けを取らない、いえ全ての偉業を上回る偉業、霊長類である人の断り、すなわち人類を継続させ保証すること、それが私たちカルデアの、そしてあなたたちの唯一にして絶対の目的です。カルデアはこれまでこの工房で100年先までの人類史を観測してきました。頭上を見なさい。これがカルデアが誇る最大の功績、高度な魔術理論によって作られた地球環境モデル、私のカルデアスです。直径6メートルぐらいの大きな地球儀。いや、それにしてはなんかリアルすぎるというか。これは惑星に魂があると定義し、その魂を複写して作られた極小の地球です。我々とは異なる一層にあるため、人間の知覚知識では細かな状況は読み取れません。ですが表層にあるもの、大陸に見られる都市の光だけは専用の観測レンズシバによって読み取れます。このカルデアスは未来の地球と同義なのです。ですがレフ、レンズの変更角度を正常に戻して。現状は見ての通りです。半年前からカルデアスは変色し、未来の観測は困難になりました。今まで観測のよろべになっていた文明の明かり、その大部分が不可視状態になってしまったのです。観測の結果、地球に人類の明かりが確認できるのは今から1年後まで。つまり人類はあと1年をもって絶滅することが観測、いえ証明されてしまったのよ。言うまでもなく、
ある日突然人類史が途絶えるなんてありえません。私たちはこの半年間、この異常現象、未来消失の原因を究明しました。現在に理由がないのなら、その原因は過去にある。過去2000年までの情報を洗い出し、今までの歴史になかったもの、今までの地球に存在しなかった異物を発見する試みです。その結果、ついに我々は新たな異変を観測しました。それがここ、空間特異点 F。 西暦2004年、日本のある地方都市です。ここに2015年までの歴史には存在しなかった観測できない領域が発見されたのです。カルデアはこれを人類絶滅の原因と仮定し、量子転移、霊シフト実験を国連に提案、承認されました。霊シフトとは、人間を量子化させて過去に送り込み、事象に介入する行為です。端的に言えば過去への時間旅行ですが、これは誰にでも可能なことではありません。優れた魔術回路を持ち、マスター適性のある人間にしかできない旅路です。これより1時間後、初の霊シフト実験を行います。第一段階として成績上位者8名を A チームとし、特異点 F に送り込みます。 B チーム以下は彼らの状況をモニターし、第二実験以降の出番に備えなさい。何をしているの？やるべきことは説明したでしょ。それともまだ質問があるの？ほら、そこの君、君よ、遅刻した君。特別に質問を許してあげます。首をかしげているけど、何が不満なの？いや、そのそもそもタイムスリップなんて可能なんですか？それに過去を改変したりして、問題は、あなたね、得意点と聞いてわからないの？すみません、全然わかりません。そもそも得意点って何ですか？頭が痛いわ。こんな初歩の時空論も知らない人間をよこすなんて、教会は何を考えているのかしら。まあいいわ、君はどこのチーム？ちょっと ID 見せて。何これ、配属が違うじゃない。一般協力者の、しかも実践経験も仮想訓練もなし。レフ、レフライノール、ここにいますよ所長。何か問題でも？問題だらけよ、いつも。いいからこの新人を1秒でも早く叩き出して。何の経験もない素人を投入して、私のカルデアスに何かあったらどうするの？俺は嫌われたものだね。仕方ない。マシュ、彼を個室に案内してあげてくれ。すまないね、新人くん。私はレイシフトの準備があって同行できないんだ。すみません、怒らせてしまったみたいで。ありがとうございます。何、礼には及ばないさ。君は本当に運がいいからね。それでは先輩、こちらへ。先輩用の先輩ルームにご案内しますので。危ない。いえ、いつものことです。問題ありません。フォーさんは私の顔に奇襲をかけ、そのまま背中に回り込み、最終的に肩へ落ち着きたいらしいのです。先輩、着任早々災難でしたね。ですが、所長の感触にも同情の余地ありです。失礼ながら、先輩はカルデアについて持ちすぎます。うっかり迷い込んだレベルです。ほぼ猫と同義です。まあ、私も同じようなものですが。勤めて2年になりますが、よくわかりません。
のんびり忍び込んだレベルです。ほぼワニと同期です。そうなんだ。ワニなんだ。はい。私の知識もパンフレットにある程度ですが、先輩のために復唱します。ここは人類保障機関カルデア。人類史を長く何より強く存続させるため、魔術科学の区別なく研究者が集まった観測所。人類の決定的なバッドエンドを防ぐために各国共同で設立された特務機関なのです。カルデア設立の出資金は各国合同となっていますが、その大部分をアニムスフィアが出資しています。オルガマリー所長のご実家ですね。所長は悪党ではありませんが悪人です。気に入らないスタッフは平気で首を切ります。いえ、どうでしょう。性格が悪い人だから悪人と言っていいのでしょうか。すみません、先輩を励ましたいのですが、おしゃれなセリフ回しとかちょっと慣れていないので。ここですね先輩、着きました。こちらが先輩用の個室となります。ああ、ここまでありがとう。ところでマシは何チームなんだい。 A チームです。ですのですぐに戻らないと。うわ、リスがこっちの頭に。ちょ、これ、おい、引っ張らない、痛い、痛い、痛い。父さんが先輩を見てくれるのですね。なら安心です。それでは私はこれで、運が良ければまたお会いできると思います。入ってま…って…誰だ君は。ここは空き部屋だぞ。僕のサボり場だぞ。誰の断りがあって入ってくるんだい。いや、ここが部屋だと案内されたんですけど。君の部屋？ここが？ああ、そっか。ついに最後の子が来ちゃったか。はじめまして。僕は医療部門のトップ、ロアニー・アーキマン。なぜかみんなからドクターロマンと略されていてね。理由はわからないけど言いやすいし、君も遠慮なくロマンと呼んでくれていいとも。実際ロマンって響きはいいよね。かっこいいし、どことなく甘くていい加減な感じがするし。ああ、頭がゆるふわ系なんだ。とにかく話は見えてきたよ。君は今日来たばかりの新人で所長の雷を受けたってところだろ。なら僕と同類だ。何を隠そう、僕も所長に叱られて待機中だったんだ。所在内同士お酒でも飲みながら管を巻かないかい。いや、君にはまだお酒は早いだろうし、実のところ僕もアルコールは苦手なんだけどね。なるほど、そんなことがあったのか。所長も複雑な立場でね。3年前に前所長、彼女のお父さんが亡くなって、まだ学生だったのにここカルデアを引き継ぐことになった。マリーはカルデアの維持だけで精一杯だった。そんな時カルデアスに異常が発見された。今まで保証されていた100年先の未来が見えなくなって、教会やスポンサーから非難の声は山のように届いた。加えて彼女にはマスター適性がないことも判明した。12のロードの一つ、魔術教会の天体学科を司るアニムスフィア家、その当主が
マスターになれないなんてスキャンダルもいいところだろう。そんな状況でも彼女は所長として最善を尽くしている。この半年間彼女は心身ともに張り詰めてきたんだ。君に辛く当たったのは何も君が嫌いだからじゃないさ。ロマニ、あと少しでレイシフト開始だ。万が一に備えてこちらに来てくれないか。 A チームの状態は万全だが、 B チーム以下、慣れていないものに若干の変調が見られる。いやレフ、それは気の毒だ。ちょっと見に行こうか。あ、急いでくれ。今医務室だろ。そこからなら2分で到着できるはずだ。医務室。あの、ここ俺の部屋ですよね。さっきの管制室まで2分じゃとても。あー、うん、いや参ったな。まあ少しぐらいの遅刻は許されるだろう。 A チームに問題はないようだし。でもレフさんは今すぐ来てほしいって言ってましたよ。おや、レフともう面識があるのかい。彼は地球環境モデル疑似天体カルデアスを見るための望遠鏡、近未来観測レンズシバを作った魔術師だ。ちなみにレイシフトの中枢を担う召喚喚起のシステムを構築したのは前所長。その理論を実現させるための疑似量子演算機、要はスパコンだね。これを提供してくれたのがアトラスイン。このように多くの才能が集結して今回のミッションは行われる。僕みたいな平凡な医者が立ち会ってもしょうがないけど、お呼びとあらば行かないとね。うわっ、なんだ、明かりが消えるなんて。何か、緊急事態発生、緊急事態発生。中央発電所および中央管制室で火災が発生しました。中央区画の隔壁は数十秒後に閉鎖されます。職員は速やかに第二ゲートから退避してください。繰り返し。今のは爆発音か。一体何が起こっている。森田、管制室を移してくれ。みんなは無事なのか。ひどい。ちょっと待った、管制室ってマジは。これはもう全員。君、すぐに避難してくれ。僕は地下の発電所に行く。カルデアの火を止めるわけにはいかない。もうじき核壁が閉鎖する。その前に君だけでも外に出るんだ。分かってる。マシを助けに行こう。中央管制室で火災が発生しました。モニターに映っていた管制室は火の海だった。あれじゃ誰も助かるはずがない。けどもしかしたら誰か生き残っている人がいるかもしれない。緊急事態発生、中央発電所および中央管制室で火災が発生しました。モニター越しに見た景色よりリアルな地獄。生存者はいない。無事なのはあのカルデアスという地球儀だけだ。システム、レイシフト最終段階に移行します。座標、西暦2004年1月30日日本。マスターは最終調整に入ってください。アナウンス、実験はまだ続いているんだ。誰も生きてはいないのに。いや違う、簡単に諦めるな。まだ生存者がいるかもしれない。マジ、よかった。しっかり、今助け。マッシュの下半身が瓦礫で潰されてる。大丈夫、すぐ溶ける。こんな鉄くずすぐに持ち上げて。助かりません。それより早く逃げないと。
度は何だ。観測スタッフに警告。カルデアスの状態が変化しました。近未来100年までの地球において、人類の痕跡は発見できません。人類の生存は確認できません。人類の未来は保証できません。カルデアスが真っ赤になっちゃいました。中央各駅封鎖完了。艦内洗浄開始まであと180秒です。各駅閉まっちゃいました。うん、そうだな、一緒に閉じ込められちゃったな。まあなんとかなるさ。なんとかか。機械の下敷きになったマシュは助け出せない。天井は今にも崩れそうで、周りはもう逃げ場がない。それでもそんな気休めぐらいは口にしてもいいよな。デイシフト定員に達していません。該当マスターを検索中。発見しました。適用番号48をマスターとして再設定します。先輩、手を握ってもらっていいですか。ああ、こんなことでよければ何度でも。デイシフト開始まであと3、2、1。全工程クリア。ファーストオーダー実証を開始します。